こんにちは、キワレの沼田です。今日はザモクラを使っているいらっしゃる方で、アスリートの方がいらっしゃるんですけど、この方からお声をいただいたのでご紹介していきたいと思います。開発者の熊谷さんです、はい、よろしくお願いします。はい、で、この方は高山香織さんという25歳のゴルファーの方なんですけども、お体の悩みとして腰痛、体の硬さ、バランスの悪さがあったらしいですね。まあ、ゴルファーって結構ね、はい、腰痛多いですね。あ、そうなんですか。うん、で、特徴的なのはやっぱり右打ちだと右の腰、はい、うん、で、左打ちだと左の腰っていう風に、なんか捻転が加わるからね。結構やっぱりプロゴルファーとかだと、まあ、この選手もそうですけど、やっぱり練習というかね、捻転の回数が半端ないので、はい、まあ、腰はね、結構ね、プロ、有名なプロ選手でも腰痛が原因でね、はい、引退したりとかっていう方もいらっしゃるくらい、やっぱり負担かかるところなので、まあ、パッチしね、ケアして、枕をね、してくれればいいなと思います。はい。はい、で、この高山さんなんですけど、結構枕は今までも気をつけていたらしくて、で、整体用の固めのマットレスとか、あとは自分に合わせたオーダーメイドの枕を使われていたそうなんですね。なんですけど、以前使ってた枕はあまり効果を感じてなかったらしいんですよ。結構ね、オーダーメイドって、はい、あの、良さそうだけど、自分に合った枕ってどんなのだっていう、はい、怪しいんですよ。なんかこの測ったりしますよね、立った状態で。そう、でも立った状態で測る感じがするでしょ、はい、だからあれ自体がもう間違ってるんで、と思ってるんですよ、僕は。はい、間違ってると思ってるから、まあ、その間違った設定で自分に合ったというか、自分の型に当てた枕作っても、それは効果出ないよねっていう思ってて、はい、ただ、その、かすってる部分もあるんですよ。高さがとかね。はい、うん、まあ、その人自体がその高さとか、硬さとか、たまたまその体にね、フィットしてたら、そのオーダーメイドっていうのも効果が出ないわけではないんですよ。はい、うん、ただその最初のロジックが間違ってるから、結構ね、オーダーメイドで作りましたって言って合いませんみたいな。だからオーダーメイドで作ってるのが合うはずじゃないですか。はい、思います。なんで合わないんだっていうと、もう簡単な話、もうロジックが違う。はい、結構ね、オーダーメイドって、はい、自分の体に合わせてっていうカーブとかね、はい、合わせちゃダメなんですよ。合わせちゃダメなんですね。ダメなんですね。で、やっぱりその合わせるべきポイントっていうのがもう決まってて、はい、まあ、それがこの枕のね、うん、三段構造になってて、で、その人に合わせるんじゃなくて人間の構造に合わせてるんで、だからオーダーメイドにする必要もない。はい、うん、頭がないとか。頭がないっていう人だったら、はい、合わないんですよ。なるほど。でもいないじゃないですか。いないですね。頭があるし、はい、首があるし、はい、ね、だから必ず合うようになってるんですね。うん、と、それぞれ確かに高さとか体の大きさとかね、あの、肉厚とかいろいろこう違うんで、はい、あの、多少の違いはあるんですけど、うん、もう首の骨は7本あって、はい、頭はちゃんと1個こう丸っとあって、うん、で、体重のね、10% くらい。まあ、60キロの人で6キロとかね、はい、まあ、そのくらいの重さがあって、サイズもある程度こう決まってて、こんな人いないじゃないですか。そうです ね、いくら小顔でも、小顔でもこんなちっちゃいみたいなね。はい、丸い中芸能人とかに会うとめっちゃちっちゃいと思うけど、さすがにここまではちっちゃくないかったりとかするんで、はい、しっかりその構造が、あの、全部飲み込めるような設計になってるので、はい、あの、ワンサイズなんですよね、これ。うん、基本はもうこれ1個で、はい、人間であれば大丈夫。ただまあ人間じゃなくても結構犬とかでも。え、そうなんですか。そう。結構ね、あの、寝たきりの犬とかでも、はい、これ使ったら褥瘡治ったとか。それは初めて聞きました、私。そう。意外とあるのと、はい、あとやっぱりこう、居心地とか寝心地っていうのがいいっていうのはわかるみたい。で、子供に取られるとか、はい、あと大型犬が多いんだけど、大型犬に取られるそうなんですね。そう、まあ、結構あって、はい、で、犬に取られたからもう一個買いに行きましたみたいないやいや、本当、笑い事じゃなくて、ね、本当にある、意外とね、結構こういう風に多少ね、形は違いますけど、構造は
あの哺乳類だったら同じなんで、そうそうそう、はい、だから結構ね本当に頭ここに乗っけて横にして寝てるっていうね、そうなんですか、マジでみたいな、はい、あの僕も写真見せてもらって、はい、本当に犬が枕使って寝てるみたいな、すごいとかもあったりするくらい、はい、あの構造にフィットするようになってるんですよね、はい、あの寝てみていただいて深呼吸とかしてみていただくとすごくわかるので、まあ、アスリートなのね、この方は特にその辺は敏感にね分かってくれるかなと思いますし、あの合ってるかどうかっていうのは普通に立ってるっていうか普通にこう生活してるだけでも負担かかってるので、はい、深呼吸しましょうって言っても 100% 深呼吸できてる人ってあんまりいないんですよね、はい、うん、なのでその深呼吸今の基準値をベースにしながら、うん、それ以上こう吸える枕を探していくといいかもしれないですね、なるほど、うん、かなりこれあの吸えるようになるんで、うんうん、まあ、かなりこう睡眠中ってね、呼吸してますので、はい、まあ、その効果効率っていうのがね変わってくるので、うん、まあ、当然その結果としてね体がどうなるかっていうのは見えてくるかなと思いますね、はい、でこの高山さんなんですけども、キュアレの侵入シリーズ使ってみて寝やすくて起きた時の肩周りの違和感、ね、あと頭痛もあまり感じなくなりました。頭痛もあったんですね。頭痛あったんですね。っていうところが新しく、あと他の寝具の違いありますかっていう質問に対しては、足枕があるところっていうふうに答えてます。意外とね、大手さんとかでも、はい、あの枕とマットレスとかはあっても、はい、あとは掛け布団があっても、うん、足枕ってねなかったりするんですけど、うん、意外と寝姿勢の時に重要度が高いのって足枕だったりするんですよね、はい、足の位置とか足を支えているその硬さだったりとか、まあ、この辺がかなりこう影響としては強いっていうのは僕も初めて知ったというか、あの作るにあたってね、はい、いろいろ研究している中でこっちみたいな、うん、枕とかあと骨盤とかのね支えるこうマットレスとかがすごくこう大事かなと思ってたんですけど、はい、そこみたいな感じで足がね すごく大事っていうのが分かったので、はい、まあ、あの僕も出張の時は枕よりも足枕を持っていくっていうね、うん、どうですか、足枕ないでしょ、足枕ないです ね普通そのホテルとか行ったら枕はあったりとかするんで、はい、微調整するわけですよ、微調整するんですね、はい、ただはやっぱり使えないので、はい、微調整してこういう形状にね、はい、こう、まあ、僕一応作った人間なんで、そうですよね、分かるので、はい、そう調整して寝るんですけど、はい、足枕ばっかりはどうしようもないので、うん、結構ね出張とかにも持っていきたいなとか持っていくような感じであのしてるんですよ、はい、そのくらいね足枕って効果が分かります、うん、寝てもらえば、はい、特にアスリートだしね、そうですね、うん、体すごい気をつけてらっしゃる方なので、だしあとやっぱり運動するんでね、足の負担って普通の人よりもやっぱ多いと思うし、うんうん、まあ、ゴルフとかもラウンドとかすると、まあ、10キロとかね平均あったりするんで、はい、結構足の負担って大きい方なので、まあ、枕もそうですけども足枕もね、使っていただいて、でかなりね怪我もしづらくなってくると思います。それは大きいですよね、うん、まあ、施術もしてる方なので、はい、あのうちでね施術もされてる方なので、まあ、枕とか寝具をベースにしながら、まあ、それでもこう負荷が強く出てしまったものを施術でカバーしていくっていう感じの、はい、まあ、サポートをさせていただいてますので、まあ、プロもね、こう使っていただいているで実感効果を実感していただいているので、ぜひ使っていただきたいと思います。はい。ということで本日は以上になります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。